はいどうも、レッドスターと申します。今回も開封動画を上げていきます。今回開けたいと思うのはこちらですね。はい、ドラゴンドライブカードダス専用商品の、ダークメナスのブースター、こちらの方を開けていこうと思います。そうですね、動画のシャープをつけたものはこれで50本目かな、多分公開されるときは。はい、ということで、まあ昔手に入れたこちらの方をね開けていこうと思います。カードダスは自動販売機専用商品、まあ100円入れてぐるぐるぐるっと回して出てくるやつの、まあドラゴンドライブバージョンですね。はい、で実はこれは一応開封品ってわけじゃないんだけど、こんな感じに一個ずつ入ってるんですが、まあ、今回片方だけ開けようかなと思います。まあ、もう片方はまあ機会があれば開けようかなと。はい、というのも一個がこれ40セット入ってるんですよね。はい、まあ、数が多いし、まあそんなにドラゴンドライブのカードゲーム自体詳しくないので、まあ今回は一個だけ開けようかなと思います。で動画もちょっと40セットってなると僕もドラゴン全く知らないので、これを開けた時も結構時間かかってしまったので、まあ半分に分けるかなと思います。はい、で開けていきましょう。てかもうノリがもうね、ノリじゃないかテープか、でもほぼほぼ切れてるからね、これもうこうなってるから。はい、さてよいしょ。まあ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 、どうなんだろうこれ、中身ちゃんとあれかな、レア抜きとかされてないよね。はい、とりあえず1234567891011、多いな、234567891010、はい、残りで20個あるかな、1234567891010、もうなんかすでにもう帯がゆるゆるなんだよねこれ、1234567891010、これ10個か。はい、というわけで、まあまあまあ今回は動画の半分ぐらいで20パック開けようかな、20個が開けようかな。はい、じゃあ見ていきましょう。まあちなみにそんな貴重じゃないと思うんですね、このダークメナス。ゲットした時は2000円だったかな、これだけで。まあ40セットあるんで、本来なら40セットの2で8000円か。まあ価値が4分の1だから、そんな、ね、流通してるのかな。はい、じゃあ見ていきましょう。はい。はい。一等山。一等山。聞いたことあるような、これアニメ出てきたかな、あんま覚えてないな。レベル4、アタック2700のパワー3。はい。次が、アクアマリン。異なる種と思われているが、実は UA フローのメス。何 UA フロー、知らんな。とても優しい心を持つが、怒ると意外に手強い。レベル1か。こいつはレベルが低いんだな、結構。ほい。はい。フローラルフェーン。攻撃力こそ劣るものの、目を見張るべきはその能力。幻惑から逃れ、渾身の一撃から逃れるは困難の一言。幻惑光って技あるな。そういうことか。で、こいつパワー1か。ちょっと低いね。最後が、おエンダー無限。何これ知らないな。エンダー無限。アディーバム高原に座を構える光属性の幼い一匹。その五行は遥か彼方へ照らし出すという光の化身。へぇ、3500か。打点高えな、こいつは。はい。威圧と、マリッコ工事という技を持ってますね。合うか。はい。いきなりキラーカード出ました。ただパワーが1か。低いんだな、一応。はい。よし、とりあえずレア抜きはされてないんじゃないかなと思う。はい。で、当時の台紙ですね。これなんだ。タクティクスブレイク。プレステのやつか。で、先行クーラーがつく DVD 1巻と、当時の、スターターの1個目か。で、これが、パック版の、ダークメナス。1パック8枚入りね。はい。共通カードも一応あるわけね。はい。じゃあ次、これいこうかな。2個目。ほい。イーガーストライカー。いかな攻撃にも物おじせずに突き進む渾身の一撃を見舞う。愚直だがその恐怖は退治したとき初めてわかる。はい。こいつもパワー1に戦略。はい。解放欲。敵を威嚇するかのごとく大きく広げられた翼。超音波を使い敵の動きを察知するか。対比行、相手の AP マイナス1000とかそういうのあるな。はい。
UA フロー、おー、これかさっきのやつ。 UA フローのメス、メス、これか。全然ちげえじゃねえかよ、アクアマリン。はい、泳ぎ遊び回るのが大好きな陽気なドラゴンだが、メスの球をそっちのけで遊び回るには困ったもの。あー、さっきのやつね。はいはい、最後、ほい、お、お、なんだっけ、 DG5 ってなんだっけな、これ忘れちゃったや。ブルーライト、読みづれえな、これ光の加減で。輝く剣は正義の証、利休に渦巻く悪を断つため仲間と共に今日を戦う青き戦士。何これ、ブルーブラスト、このカードはフィールドカードとして使用できる。バトルフィールドの自分ドラゴンが DG5 を持つ場合、対象はゲノムコードに関係なくドラゴンパーツを装備できる。よくわからん。はい、で台紙は全部一緒かな、この辺。はい、あ、取っとこ台紙も。じゃあ次これいこうかな、3つ目。はい、シェンライン、強制関係にある総大陰獣の体を創始、その幼体未人雲獣を庇護する。細いなこいつ、2100か。ほいほいほい、ドラゴンバズーカ、これがあれか、ドラゴンパーツカードか。バトル開始時に、丸々を支払うことで装備したドラゴンが DG5 を持つ場合は2回、持たない場合は1回コインを振れる。表が出たら出た回数だけ相手に1ダメージを与える。打点のダメージを上げるやつか。ほい、次バインドチェーン、強そうやな。封印されし凶暴なる力、その呪縛から解放されるとき天空は忌々しき翼に覆われる。こいつのパワーアップ版とかないのかな、こういうやつらって。最後、ほい、メロ帽子、これノーマルか。殺戮と破壊に喜びを感じる暴流を通り過ぎた場所は全て廃墟と化すっていう割には1800って打点が低いね。はい、まあ、ちょっとレアカードだけ分けていくか。はい、まあ、多分だけど抜かれてないよね、まあ、さっき出たしキラカード。はい、次これいこう。ほい、綺麗やなこれ。希望の銅、輝く六つ星は神秘の力、常に先陣に立ちて光の同胞を勝利に導く旗印となる。まあ、パワーゼロだこいつ。へえ。エンローシック、地鳴りを一刀浪化せ、砂陣を巻き上げ遥かなる長距離を休むことなく全速力で疾走する。こいつは打点2あるけどパワーが低いな。はい、シャドウファング、体中を飾る宝石のように輝くは高感度の感覚器、敵の姿を捉えて逃がさず的確に敵の急所を見定める。こいつらもなんかパワーはあるけどなんかアタックのポイント低いね。ほい、最後ゼロフェージョ、小型ながらも勇敢に敵に立ち向かう好戦的なドラゴン、一本図の先端から開口線を発射。まあレベル1だから素材系でいいのかなこいつらは。はい、とりあえず4つか、4つで当たり2ね。ほい、では次これいこう。キー開花、これドラゴンだ。その暴走は何を意味するのか、闇雲に破壊の限りを尽くすその瞳に正気の輝きはない。てか顔どこ、こいつの顔がいまいちわからない。ほい、キー開花、こいつリオンのカードだ。おー、リオンであるし。はい、ノワールドエール、黒き翼の中心のドラゴン、中心ね、中心、知性の宿るその眼光はしたたかなる性格の現れ、主に敵なすものを鋭く捉える。2200のパワー1。ほい、シェンライいたねさっき。ほい、エアブラストレベル4だ。水素で構成された霧の体を持ち、物理攻撃は一切無効、自ら爆発し敵に大打撃を与える。プラス1、自分と相手ダメージ1。はぁ、パワー低いね、 AP あるけど。はい、こいつ見ちゃうとパワーが意外と低く見えちゃうんだよね、3500に比べると。はい、じゃあこれいこう。解放欲、敵を威嚇するかのごとく大きく、これ読んだな、超音波ですね。はい、で UA フロー見方ね、キー回が出たね。次ノワールドエール、はい、全部ダブったね。なんだっけ、69種ってあったか。ノーマルは大体揃うんじゃねえかなこれ。はい、シェンライ、ドラゴンバズーカ、バインドチェーン、お、キラが極炎、力の暴走、正義を超えるパワーがもたらしたものは破滅への運命、それは何者かの意志なのだろうかってあるけど、これリオンのカードで、レベル1のパワー2で AP800 か。はいはい、相手 AP マイナス持ってるね。はい、そうだな、次はこれいこうかな。ほい、よいしょ。はい、悪食魔竜、悪食か、悪食、固形物なら何でも食べる宝食のドラゴン、人の見すれば瞬時に消化されてしまう。
吐き出し自分手札を6枚まで引くとか、そんなカードあるな、すげえな。ほい。未人雲獣、力弱き雲獣の妖体、空を漂いながら雲をまとい、やがては巨大なドラゴンとなる。え、手札の壮大雲獣と交換してバトル続行とか、そんなんかよくわからん効果あるな。壮大雲獣入ってんのかなこれ。ほい。スピードスター、軽やかにそして力強く空を舞う姿は一見の価値あり、その素早さには利休屈指。刹那の見切りで AP プラス10のパワープラス1か、もともとパワーゼロだからな。次がほい。おお、何これ光ってる。これもレッドファイヤーウィズドラゴンバズーカ。これもあれか、確かね、ドラゴンバズーカ出てるから、このレッドファイヤーがいるんじゃねえかな。はい。ドラゴンバズーカ、有無言わさず相手1ダメージなの、これ。へぇ。DG5。はい。開くか。なんかいろいろ知らんやつとかいっぱい出てくるけどな。そりゃまあ、持ってないカードだし、もともと。はい。ラプラスデーモン。かっこいいな、こいつ。混沌の深淵より到来せしは、未来を知り、過去を知り、すべてを知る偉大なる魔竜。マガツ太鼓に誘われ降臨する。マガツ太鼓って何だったっけな、なんだっけ、なんかキーカードだった気がするな。はい。ブライトフォーン、輝く角を持つ美しきドラゴン、悪しき思念に敏感なその角は敵が近づくと一層輝きが強まる。 AP3000 に変更とか、なんかえらい効果あったなこれ。ほいほい。暴射爆風、体内から噴出する激しい水流が海面に巨大な渦巻きを発生させる。マイルストロブとは兄弟ながら、マイルストロブ知らねえよ。ほい。カオステイル、闇の王さんを手下の一匹、闇の王の命を受けて地属性のドラゴンを味方に引き入れるべく暗躍する。味方に引き入れるべくかよこれ。味方じゃないんか、一のドラゴンは。はい。どんだけ開けてきた、もうこれで10個ぐらいいったか。とりあえず俺は20で止めるぞ今日は。数覚えてないや、だいたいでいいや。よいしょ、多分8か9開けたな。1,2,3,4,5,6,7,8 か9だな、これ。はい、じゃあこれいこう。ウィッチ、次。カオスハンズ。こいつも闇の王さんの手下の一匹、闇の王の目を受けて炎属性か。はー。カオステイルは地属性で、カオスハンズは、火炎か。はい。一等山出ましたね。アクアマリリンに最後が、フローラルチフェーンかな。はい。やっぱ当時のやつって、レアが出る出ないやっぱあるんだな。はい。ヴァンホープ。HR 炎のドラゴン、戦術にだけ地の利を生かした戦いを得意とする。はい。防有限。霧か霞かエクトプラズムか。揺らめく幻想が恐怖にすくんだ亡者をいさなうか。レベル1か。メディナヘブン。富をもたらす幸福のドラゴン、その姿を見ただけでも幸運が訪れるという。あれかな、なんだっけ、アレキサンドライドラゴンみたいな感じかな。はい。で、お、レアかな、キングホムラー。キングホムラー。レベル 5! レベル 5! 高えな、こいつ。その勇士は同胞を率いる長の風格。決して知る深くはないが、仲間を思う心はいつでも熱く燃えている。ほいほいほい。なんかいっぱいあんな、ほんとに。ドラゴンだけでも結構あるな、これ。ほい。バルバール。知能は低いが、合力を持ち集団で行動する野蛮なるドラゴン。なぜか両手にコンボを持つ習性がある。もうゴブリンじゃん。ゴブリンじゃん、これもう完全に。はい。もうちょっとこれ近い方がいいかな。よいしょ。これぐらいか。はい。バックにズームいっちゃうと下げよう。はい、フィールドの、戦闘実験場。バトルフィールドの自分のドラゴン一体に効果。対象が竜を持つ場合、レベルをプラス2する。ほいほい。ロストウィングス、羽がないか。かつては光の属性であったが、神話の昔に翼をもがれ、宙を這うドラゴンへと堕落した。光のものを憎み、言葉巧みに堕落をいざなう。スキル1を1ターン無効。翼をもがるだね。はい。フローラルフェーン。なんか打点的なカードあるわけね、要するに。はい。もう一個、これもロストウィングか。ロストウィング。ホジェバクフ。クイックスキッパー。短距離テレポートを繰り返し、瞬時で前を詰めて、一撃離脱を繰り返す。俊敏で奇抜な動きに敵も手を焼く。相手 AP2000 に変更とかあるな、こいつ。ふえー。ほい。エビルスプリング。レベル4、3000。高えな。正気を撒き散らし、悪意ある者を呼び集める狂気の召喚者。集いたる魔竜たちが破壊の限りを尽くす。こいつ自身がじゃないんかい。わー、そっか、パワーはないわけね、この辺も。ほいほい。で、しょ、これが、クイックスキッパーに、防有限だな。で、バルバール。
で戦闘実験場ほい、これ12、3かな、ほいほいほい、これ見てねえな、スキャンアイほい、その瞳にはまやかしは映らない、飛び抜けた実視力は山の向こうはおろか見えざる異世界を見通す、ピカフラッシュってあるな、パワープラス1、これパワーゼロなんだ、ほい、イーガーストライカーレベル3、2100、あー見たな、イーガーストライカー、ほいほい、解放力見たかな、はい、UA フロー、 UA フロー名前は分かんないけど、アザラシなんだよ多分この辺は、きっとほい、メロ帽子半門人、ほい、どう猛かつ野蛮、襲われた相手は骨も残らず哀れな末路を迎える、ピラニア的な感じこれ、 AP3000 のパワーゼロに変更ができるのこいつ、ほいほい、カオスハンズに、ほい、おおお、強行ノットレベル3、2600、冷静なる者の表変、我を失いボートと化し非道に走る、その身に一体何が起きたというのか知らん、強行ノットの元があるのか知らんけどもさ、まあリオンだから、まあ、敵側のカードだけど、強行ノット元があるのかこれ、ほい、よし、セロフェージョシャドウファング、あー見たな確か、機械かジャスティスアーマーなんだこれ、装備したドラゴンが光属性の場合レベル6に変更する、それ以外の属性の場合レベル4に変更する、レベルの概念なんだっけ、レベルアップしていかなきゃいけないんだっけこのゲーム、あんまルール覚えてないからな、ちゃんとこれにしよう、ほい、暁ボーマ、これ見てないな、酔いと明けにのみ行動する小型のドラゴン、臆病で素晴らしく優れた防御力を持つ、んーまあ防御ってこれ関係ねえからなこのカードゲーム、はいこっちかな、ノワールド・ノエール、ほい、ミジン・ウンジュ、これウンジュの上のやついねえかな、エンロシック、はい、さーてどんなもん、もう残り20ぐらいか、はい、エビル・スプリング、ポイズン・ファング、装備したドラゴンを闇属性の場合レベルプラス2パワープラス2する、それ以外の属性の場合レベルプラス1パワープラス1、ほいほいほい、クイック・スキッパー、防御ゲーム、どうだ残りいくつだ、こっちが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 の、まああと2つあるし、これで20個かな、はい、シェンライン、はい、エアブラスト、カオスホーンズにスキャンアイか、はい、さてとりあえず半分開けましたが、まあ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 ね、結構いろんなカードあったけどダブリはやっぱ多いな、ノーマルになると、はい、じゃあどうしましょうかね、後半一回分けてやりましょう、どうしようかな、動画一本にしたやつ出すの長いから半分しましょうか、じゃあとりあえず一回次の後半に移ります、バイバーイ。